ごい視力が下がる、0.05 だったんだけど、どうも 0.05 どころじゃないかも。でもだからしてガキほどじゃないけど、多分 0.03 か4ぐらい、ま、裸眼です、ね、裸眼で 0.05、うん、それは見えない。だって相性はるきのがいいでしょ。多分 0.2 とかでしょ。俺のだってあのメガネレンズだときついでしょ。全然きついんでしょ。きついです、うん、でも俺こうやって生きてんだけどね、裸眼で、でも見えないからこうすんだけどもうすごいよねこれ。このくらい見てますだって 10センチくらいなんか飛び出した笑いだよねこれね。普通いないよねこんなのね。なんでこんな変なんだろうね。コントみたいな、そんな。ちなみにミニストレルってどういう意味ですか。ちなみに白人がちょっとこう黒く塗りつぶしてこう黒人にみたいにこう扮してショーをするんですね。まあ、ピエロみたいな感じかな。ミニストレルショーっていうのがなんかこのくらいの時期になんかイギリスとか、イギリスとかアメリカとかヨーロッパ、ある意味でヨーロッパ的だな、それはな。まあいいや、深くはそれ以上はあれしたい、どうぞ。パッとこのボンっていうのはね、ほらボンってこういう何かこうその音自体がポンとあのこういう表情って言ったらいい、わかる、こうこれがドンだとなんかエネルギーが次に行かないの。これがあるからタティタッって言わしょ、タッね、その音のイメージ、それがそのリズムに関係するよね、このドンタッタこれを聞いてどういう感情が起きますか。なんか面白い、とか楽しいとかっていう感じですか、とかワクワクするとか、別に今のように弾かなくてもいいけど、必ずしもね、僕ある意味でちょっとこうああいう表現をしたけども、でもこの音自体はやっぱこう何かパッパッっていうのが基本だと、っていうのがあると思う、ドンドン。であのね、これを弾くときにもうねすでに固めて遠くからパッと落としてるんだよ。それだとエネルギーが散っちゃうんだよ。置いといてパッ、むしろそうこうやって置いといてパッって話す感じ、ドン、そうそうそう、ドン、そうそうそう、ドン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 、はい、テレ、これをタッタッタッって弾く感覚と、タッタッタッ
際両方弾いてみて。この3つ目のフィスの時に D があるんですよ、左手に。ほら、どうですか、ハーモニー。いや、ハーモニーっていうか、そこのタイミングでピタッと両手がそこの裏拍でこれが出てくるわけでしょ。そこのドッ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 ってなるわけでしょ。っていう感覚と、これをドッ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 って、これ違うと思う。いや、どっちも正解だと思う、別に。うん。ただ自分の中でどっちの方が、ピタッと何かこう、なんかこう、魅力的に感じるか、どっちの表現が。自分がやりたい表現。どっちだっていいんだよ。なんかリズムが生きるのは3つ目のフィスにちょっと何か当たりがあると、うん、そうするとここで一回ちょっとまとまるでしょ、ピッと、うん、ここに締まるでしょ、ここにたったこの2つがここに行きたくなるよね、うん、たったったって言ってってってこれがたったったってだと、うん、これいや弾きづらくない、うん、これがじゃあね、これを弾いてこれとこれの関係はどうなんですか。こっからこれに行くときのはどう、これ分けて考えてますか、それとも一緒でこれがあるからこれに入ると思ってますか。どっちで弾きたいですか。今どっちだか分からない弾き方です。どっちか決めた方がいい。あ、はい、うん、この1拍目で両方やってみればいいじゃん。どっちがしっくりくるか。どっちが弾きやすい。これがあってこれを弾いた方が弾きやすいのか、ここで終わりにしてこっからで方が弾きやすいのか。だからどっちがやりたい音楽か、自分が弾かれる方。うん。だからどっちだか分かんなかった。ここ。始まりとした方が勢い自分は弾きやすい、弾きやすいです、うん、弾きやすいのと、あとそのそれぞれの持ってる音楽の表情が違うよね。違う、うん、どっちに惹かれる、自分がやりたい方、どっちでもなんか生き生きとする感じがあります、うんうんうん、じゃあそこから取った方がいいか、うん、終わりの音なんだけど、うん、はい、じゃあね、T ってなくなったでしょ。これがあった時の次のここに T ってこの音がね、どれぐらいの高さまで飛ばすかによってこれが鳴るタイミングが違ってくるわけ、イメージが。で、今のはどれぐらいの高さでやろうっていう意思があんまり感じられない。そこにこだわりが感じられない。どれぐらいにしたいのか、本当にね、要するに高さがここの高さでね、こういうふうに捉えるなら、ティッポーって入る。だけどこれをもっと高く、ティッポーって飛べば、これ表情違うね。感覚的にどっちが、自分がしっくりくるか。じゃあそうすると、じゃあそうじゃないなとね、スッと、うん、高さがあんまり高いところまで行かないところでパッと入ってくる。どっち？そこの音楽も変わりますね。そう、音楽自体は表情が変わっちゃうから、なんか そこにこだわってなさそうだったから、う、ね、うん、どっちに極端に言えばどっちに行きたいのかが分からない。少し高め。
高めに取る？高めに取ったらじゃあ次のハーモニーは遅く出てくるよね、はい、その自然だよね。でちょっとやってみる、うん、だね。じゃあね、もうそのままいくよ。これ同時に歌うことなんですよ。で、このそれぞれの音が持ってるこれをね、何にも考えないで歌っていたら全部それからこうでしょ。厳密にどういうふうにしたい、なんかよくわからない、ゆっくりゆっくりどういうふうに感じる、それぞれのハーモニー、どれがしっくり、いろんなことやってる。ねえ、みんな違うよね。どれが一番しっくり、自分の感覚の中っていうのは、これがずっと鳴ってるでしょ、これは変わんないよね。この役割とか、これはずっとタッティンなのか、それともタッティンなのか、例えばね、それにもよってタッティンタッティンかもしれないし、とか、うん、ね、それはリズムの問題ね。じゃあハーモニーとか、このハーモニー、このハーモニーが持っているハーモニーだよね。まあ要するに本当はこれ、もしくはこれ、このハーモニーが持っている色もやっぱり鑑みなきゃいけない、ね、これを例えばこの音とこの音がどっちが重く感じる、どっちが明るく感じたのかとか、じゃあこれはって、じゃあ間を抜かしたらタッティッ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 タってやってるけど、実際どこなんだ、こうやってこだわるべきでしょ、うん、でね、何にも考えないでただ弾くべきじゃないでしょ、うん、自分なりの何かを見つけないと、うん、何でもいいんだよ別に、どれも正解だから、うん、はい、じゃあね、次、はい、ティータティータティータティーってなってる時にティタ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 って、まず僕はこう思いつかない。だけど、ガーヒが弾いてるのは、どこに行きたいのかわからない、16分音符が。なんか、全部ティタって、なんとなく、なんとなく弾いてるけど、本当に、どう、ゆっくり弾いてる。自分の感覚に合ってる、その音の持ってる、例えば 音程感とか、うん、どれだっていうのがぴったり、じゃあね、じゃあよく考えてみよう。これがね、ここに行くんだよ。そうって解決する。解決してる中に、例えば、ティト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 、もありだよね。例えばね。
どれだろう、どれが一番ピタッとくるだろう。今のピタッと、今のピタッ、じゃあ今のにしてみよう、試しに。じゃあ今のでやってみな、弾いてみな。はい、これ聞いたときに感情表現、はい、練習。滑稽な感じ。だとだと。自分がどんなこれを聞いてるとどんな気分になる？なんかどんな感情を抱くこれに。ラド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 ラ。なんかワクワクするとかさ、厳しいとか何でもいいよ。悲しいでも楽しいでも何でもいいよ。ほら、別にね、本来別に別に感情表現で音楽を捉えるものじゃないっていう前提なんだけど、今その感情の表現を訓練するためにわざと僕は言わせてるわけ。感情表現をする訓練ね、日本人の苦手とされてる。別に感情で音楽は本来は捉えるべきじゃない、うんうん、ただこれを聞いた時にどんな感情が湧く、聞いてるとこれにこの反応が、ちょっと暗さとかなんか色感をちょっと感じる、うん、じゃあこれに右手つけてみて、例えばね、これってね、こうでしょ、ほら、ペダル踏み替えてないけど、こういう関係でしょ。ただ、トゥッティッ、トゥッティッ、トゥッティッ、自然で、でしょ。これが、逆だったら、トゥッティッ、トゥッティッ、トゥッティッ、だったら、これもありだけど、ハーモニカンから言うと、自然な方じゃないよね、こっちはね、わざと裏から。本来はこれの中にこれは溶け込むって僕は感じる、うん、例えばで、どうあるべきか、自分が一番しっくりくるところ、うん、だからこうやってもうただ書いてあることをただ弾いて終わりにしちゃダメ、絶対ダメだよ、うん、本当に自分がこういうことをやってみて取り出してみてどう感じるか、うん、別に答えがはっきり自分の中ではっきり しないかもしれない、ここのすごくある意味で難しい、取り用によってあれで、ただ自分の中で何か決めた方がいいかも、うんうん、どっちにするか、ただなんとなく漠然とこれを弾くんじゃなくて、うんうん、どっちでもいいよ、毎回違ってもいいかもしれない、あ、なるほどね、その時によって意識がなかったよね、
い、これが出てきた。さあ、本当に納得してこのタンタンタン。いや、間に合ってない。間に合ってないね。うん、って感じたから、あえて止まったんだけど。どう表現したの？今みたいな感じがいい？それともタッタッって明日に来たい？こうなる？それともタッタッティって来たい？それともタッタッティって来たい？それともタッタッティって来たい？だって極端に見える。ベーに向かっていくつもりで弾いてますね。うん、で本当にじゃあベーに弾き、単純に考えればベーなんだよ、うん、だけど僕はあのひねくれてるから、こっち実よりもベーよりもここ、これがあってここに到達するっていう風に僕は感じる人。ここが一番大事、僕は大事にしたい人なんだよ。パッパッて明日にパッパッピーンって、ここにもしかしたらちょっと時間があるかもしれない。でもそれだけが正解じゃない。例えばこういうふうに感じる人もいるんだよってこと、うん、ただそこに何も考えないでタッタッて決めつけて、弾いたらそこで終わりで、でその後これが来るんだよ。じゃあね、これに対してタッ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 って言うと、これに対してそういうことをやってる。自分でどっちがしっくりくるかなって、うん、当たり前のように弾いちゃってるけど、うん、本当って、うん、明日ですね。明日で弾きたくなってきた、うん、このね、ダーに対してこれが入ってくるって面白くない、うん、こっちにこれよりもこれは当たり前だよ、うん、これは当たり前だけどこっちの方が意外だよね。そうすると自分の中でタッ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 タ、どっちですか？どっちのグループですか？取られてます。どっちで取りたいですか？あ、次に入りやすいですね。入りやすいでしょ。うん、でしょ。てか、俺が言う方に、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですって見てってくと、本当に思ってんの？あ、そう、あ、だったらいいんだけど。合わせてくれてんじゃなくてね。うん、違います。うん、まあいいや。はい。うん、じゃあ、はい、それで。はい、じゃあね、ソシドミって来てるところから突然これが現れる。このここからここのつながりをどう感じる？何を感じる？このつながりに対して。唐突だよね。ね、じゃあ本当に唐突だってもっと思ってみる。思ってないとは言わない、うん、捉えてると思うけど、もっ と深いところまで落とし込んだらどうなる？本当に自分の感覚の中に。ほら、音か、ほら、そこが意味がもっとも、うん、出てくるでしょ。そうすると自分の感覚間に合うでしょ。さっき、うん、突っ込んでっちゃったよね、はい、僕だったら
こんなに違う色なのにそのままいけない。正直僕は個人的に僕の感覚からすればだからあえてどうなのって聞いた。でもしいけるんだったらそのままでもいいよ。もちろん僕はいけない人だから。はい、じゃあこれがこれに行くんだ。本当にこのハーモニーがここに入るってこと捉えてる。当たり前のようになんかハーモニーが並んでるように見えてる。当たり前かなこれ。このハーモニーかこれ意外でしょ。意外な方向突然これは立てて立てて、あれあれってあれあれなんか何なんかあれどうしたのみたいな音でしょ。立てて感じてる。どうしたのみたいな当たり前。これがまるであのってこれが例えば完全出資のようにホッとする音じゃないよね。ね、これなんかチューブラリンでしょ。ミーってなんかそれ感じない。なんか何にもなんか普通に叩いてる。これここのタラリタリタタティにどういう風な風にしたくなる。本当に自分の、うん、中でなんとなく弾いてる感じでもっとなんかできそうな、なんかはなんかもっとできそうな感じがする。もっと大事に大事に。じゃあ大事に弾いてみようか。タタティティタティタタタティタティ。そうだから結局ねこの曲って全体にねこのキャラクターじゃないじゃん。少なくとももっとリズミカルで何かこうちょっとこうユーモアがあるようなキャラクターのところに。突然これが現れる。何かこうね、洗練されたような何かこう感じが現れる、うんうん、それを十分感じきって、うん、やっぱそこを表すっていうのが本当に自分の中で感じきって共感して弾けてたらいいんだけどねって、うんうん、そこまでちゃんと落とし込む。タタティ
こに何か心が何か囚われるような、これがね、もうしつこいけど、え、ここに来る、このハーモニー、このハーモニー、君普通に捉えてる、それでも 大変なハーモニーだと捉えてる、大変なハーモニーで、普通に捉えてます。この中で特別なハーモニー。そしたら、ね、極端な話ね、この曲の中でまた言うんだけど、甘色の髪の音じゃないけど、この曲の中で後ろに来てこのハーモニーが書きたかったんじゃないのって俺なんか思っちゃう瞬間で、ここにこれが本当はすごく言いたいところなのかなって、ね、例えば、ね、思ったりするわけ。それぐらいなんか特別なハーモニー、ソーラーって行きたいんだよ、本当はミーファーファーソーラーって行きたいのに、わざわざこっちに寄ってんだよ、でしょ。例えば、俺なんかそう思ってる。はい。でパターン。俺でしょ、ここで。ね、面白い。まあいいや。僕が思いつく、うん、この曲の面白さすごい感じられますね。もうね、撮影止めて